これ VS 大群の時とかに。おっさんでーす。前回あのネロっていうネロソルジャーを水泳させたりしたと思うんですけど、よく考えたら俺普通にその辺にいる人間の敵とかゾンビとか動物とか水泳させたことねえなと思って、まあ普通にゾンビでやってみましょう。一旦美女の水泳シーン見れますよ。ほい、あれ、意外と足長い説ですね、俺。意外とあいつは身長高いんじゃない？足ついたんじゃない？足長いんじゃないか、俺。じゃあこっちに落としましょう。お、いったいった。あ、死んだ。水中で掴まれたいんだけど。あ、あ、岸に戻るとあれが同時なんだけど。はあ、あ、セーフ。岸に戻る、え、どういうこと、経験値。あ、これ面白いね。溺れる、うん。ちなみにこのふやけてんのネロの兵士ですね。なんか無限に泳げそうじゃない、なんか。起きちゃう。無限泳ぎじゃないこれ。これ無限に泳げるようになるんじゃないこれ。これ無限に泳げるようになる。ゾンビに泳ぎの指導してもらったってこと？あ、これ無限に泳げるようになる裏技じゃんこれ。すげえ。アホやんこれ。ゾンビに襲われた方が無限に泳げるようになるっていう。これね、なんかに使えるなこれ。これは間違いなく何かに使える。水泳めちゃめちゃ上手くなってるやん。これ VS 大群の時とかに使ったらめちゃめちゃ強いぞこれ。もう大好き、デイズゴン。潜ったりはできね、あ、岸に。さっきめちゃめちゃ泳いでたやん。どうぞさんです。世界不思議発見。ちょっと待って、いきなり始まった。死ぬ。仲良くしよう。あっちに来て、あっちの洞窟には何があるのか、せっかく泳げるようになったんでね。よし、世界不思議発見やっていきましょう。どうせ大した秘密ないんでしょうけどね。奥が見えないってのがポイントですよね。よし、いいぜ、いきなり成功です。よし、行きます。あの国は何があるのでしょう。楽しみですね。まあ普通みんな来れないってことになるからね。ちなみに場所は、ああなんかこう幻の魔の三角海域の穴ですね。あれちょっと待って、なんか歩き出したんだけど。あ、なるほど、全貌が見えました。なんで急に今歩かされた俺。うわ、魔の三角海域だわ、今呪いだわ。あ、でも見えましたね。めっちゃ壁あった。